チャオ、あっちゃんです。今日は5月5日、子供の日、夕方6時50 48分、50分です、はい、やっとね、お買い物、まあ、子供ちゃんゲームしたい言ったからゲームセンター連れて行ったり、いろいろね、お買い物したり、靴下がね、一個一個バラバラになってなくなるから買いに行ったり、まあ、そんなこんなの普通の日を過ごしてきました。はい、ってことでね、今日ね、ちょっとね、お買い物してきた。下の子のズボンとか、もうなんかあっちゃん履けそうなぐらいでかいんよね。とかね、靴下とか、靴下とか買ってるのね。上の子はね、白靴下やからね、汚れたら取れへん、洗濯してもう土汚れとか取れへんからね、運動会とかで組体操とかして靴下トロトロになって茶色になってね、取れへんかって、まあ、そんなんもあるし、ね、だんだん減っていくんよね。だから時々買い足さんとあかんから買いました。で、今このパンツとかタオルとかね、タオルもね、ずっとなんか使って洗ってしたら、洗っても臭いのが取れへんなんだよ。なんかなんていうのかな、生乾きちゃんと乾かしたり、生乾き対策の洗剤使っても臭くなるから、時々ね、リフレッシュしようかなと思って新しいタオル買いました。あとね、あっちゃんの、ブラです。もうこれはすみません、恥ずかしくなる、チラッとです、はい、っていう感じでね、買ってきました。はい、なんかね、ほんまにね、主婦のお買い物みたいなんで嫌なんよね。ほんまね、はい、ちょっとね、いろいろこういうのをね、処理して帰ってきて疲れてんだけどもね、こういうのだけ先しとかんとだね、だからなんちのめんどくさくなるしね。で、明日まだ学校行くときに博士さんざみやから、で、こうやって1個ずつね、こうやって一緒にこう束ねとかんと、でもね、ポイって脱ぐから1個ずつになるんよね。だからもうこういうのでね、色変わったらもうこれとこれとセットにさせたったりするんだけどまあ右と左違ってもいいでしょうみたいなね、はい、もともとね、あっちゃんもそんな履き方してたからさ、いいでしょうと思って、まあそうやって履かしてるんやけどね。なくすもんが悪いんですもんね、はい、ということで、まあ、帰ってきてね、ほんまは休みたいねんけど、こういう作業が待ってるんです。でね、今51分、あと10分ぐらい経って7時ぐらいになったら晩ご飯食べようかなと思うよね。子供ちゃんたちも帰ってきて休んでます。はい、一番疲れてるのはちゃんの味やのにで、まあね、愚痴っても仕方ないんで、子供ちゃんのことはやっときます。こうやってたら、明日朝から入っていくってことね、とても楽やもんね。でよく塗って、白くの人がパックに入ってるからあれか、一足ずつしやすいね。で、5足セットで同じ白靴下やったら、1個2個なくしてもどれとどれと合わせても分からへんけど、ね、小学校は白靴下違うが自由やからあれだよね、1個なくすと柄が合わへんなのね。だからいつもね、同じ柄のやつ2セット3セット買ってくるよ。だから1足なくしてもまた使えるからねと思ってやっとってんけどね、最近ね、同じ柄のやつがあんま売ってないよで、こんなのね、全部カットして、タオルもね、1回目はね、吸わへんからね、1回先使う前に洗った方がね、いいねんけど、めんどくさいけどね。
緒ね、皿のタオルってほんま水吸わへんもんね。ダメやねやっぱり今日なんかね頭痛がしてたんよ、うん、ダメかまあいいけどまあいいけどって言うくないけどね 雨はね、うん、学校行くのかわいそうやもんね、うん、あっちゃんがね頭痛するんとねまあそんなこんなでまあどうでもいいけどバスタオルなんだかんで今日はちょっといろいろお買い物しましたでも出してるもんだね。まあいいけど、ちゃんとこんな放送センターをくるくるって丸めて入れとけんね。そろそろね、あと5分ぐらいで7時になるんで、うん、晩ご飯の準備したいと思います。って言ってもね、今日はお寿司買ってきたから、パックから出して食べるだけです。はい。はい、ということで、疲れました。ではまたね、バイバイ。